はい、こんにちは。アキラの現場へようこそ。ブリーチソウルライジングの実況です。はい、それでは今日もやっていきましょう。さっさと始めようぜ。はい、というわけでですね、なんと初のですね、次元ガチャイベントが来ています。ウルオキラ強制襲来ということで、今日はこちらを回していこうと思います。先来るルリーロック。で、まあ最近の僕の近況だけお伝えしておきますと、ランクが49までになりました。はい、その他ですね、まあいろいろなことをしながら進めていっております。で、ガチャの方なんですけども、チケットが今40枚貯まりました。なので、で、あと無料がね、一発ありますんで、合計で41連回せます。はい、で、そのウルオキラについてなんですけども、詳細こちらの方で見れます。はい、で、メインスキルが解放前がセロ、前方へセロを放ち砲撃、一定確率で敵を減速 351% のダメージ。デスコレール、これ開空と書いてデスコレールなんですよね。スペイン語使われてますよね、このショーの時はですね。瞬間移動して連続攻撃後自身を回復、一定確率で敵を強弱 405% のダメージ。そしてソニードですね、これはね。解放後の特技がルス・デ・ラルナ、フルゴールを放ち攻撃、一定確率で敵を減速。そして高層瞬撃とありますけど、これ光なりが、これ確かフルゴールのことですよね。瞬間移動して光の槍を放ち攻撃後自身を回復、一定確率で敵を強弱 541% のダメージということで、これ回復もついてるんですね。だからこれ、あの、いわゆるレスクレッションはしてくれるんかな、ね、挽回とは書いてなかったんやけども、挽回とは書いてないけども、いわゆるあのレスクレッションですよね。ウルオキラの場合やったらレスクレッションがムルシエラゴですね。今ウィキペディア見ています。はい、黒翼大魔と書いてムルシエラゴ、あのコウモリのことですね。はい、だけどそこまで多分してくれるんかな、これね。解放後ってあるからね。まずは無料分1回回してみます。まあこれでね、出りゃええけど、出りゃええけどと思いながらお願いします。はい、見事獲得はこれまだらめ一角のね、かけらですね。では10連が4回できますね。確認ってプレビューですね。ガチャレビューできるんですね。こんだけ入ってるよってことですね。SS やウルオキラ。特徴が再生ってことなんで。では、行きましょう。さあ、10連一発目、お願いします。まだらめ一角の挽回だね。はい、持ってるね、僕ね。はい。獲得でした。あ、てか、ウルオキラのかけらはもらった。では、再度10連いきます。まあ、そんなに軽かねえと思ってるよ。はい、おー、止まっ、あ、銀さん来ました。銀さん持ってなかった。10銀 SS レア挽回ゲットです。これはこれで嬉しいよね。10銀持ってなかったんでね。では30連目いきます。この辺もう少しで、なんかシュタって走ったよね、今ね。あれね、クイーン氏の誇りにかけて、あれ確定かなんかな、これ。クイーン氏の誇りにかけて、石田ウリは持ってましたんで止まる。あー、ランギクか、ランギクか、おっぱいさんことランギクさんです。まあ、銀とね、ランギク同時に来たというね。いやー、渋いね。でもウルオキラのかけらは出てるぞ。おいおいね、ぼちぼち出てるぞ。さあ、もうもはやラストです。はい、速攻やな。ではラストいきます。サイドお願いします。止まれ。お、先来る。なるほど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 。弓近さんですね。すごい、弓近持ってますね。はい、あー、でんかったな。アイゼン宗介のキラがもらってますよ。交際レベルアップに使用するやつで、かけらを何やかって出てるよね。ね、50個集めたらね、合成できるからね。はい、マイスコアが溜まりました。41溜まりましたね。これ、コンボもらえるんだね、これでね。だからこれが要するに、いっぱいアイテムが溜まっていくことでね、したためることによって、最終的には、あの、ウルオキラもらえるよ、ということなんで、まあ、300連したらなんですけど、まあ、そこまでね、さすがに追いかけることはできないんだけども、とりあえず、41連回したけれども、僕は、まあ、SS レアは出たんかな。10銀は出たんで、まあ、とりあえずよしとします。はい。挽回。はい、という感じで今日はですね、ブリーチソウルライジングリリースされて一番最初だよね、一番最初の追加の、次元ガチャイベントの、ウルオキラのガチャ回したんだけども、残念ながら当てることはできませんでした。
でもまあですね、最初の頃なんでね、石とかですね、チケットはね、すごく貯めやすいんでね、引き続きまたね、ゲームプレイして貯めて、ガチャチャレンジしていこうと思います。で、今回だから、ウロオキラがいることによって、ポイントが高くなるイベントもあるそうなんでね、ゲットした方はね、ぜひぜひですね、イベントの方も頑張ってもらえたらなと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。ではまた。